40万人感謝の突破記念でとしまして、スイッチ3つ用意しました。応募はチャンネル登録してあることとか、まあ、いつも通りのやつです、はい、ご応募お待ちしております。お待ちしております。よろしくお願いします。よろしくとも。嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。おしりー、やったー。博多です。これ博多の訛り方なの、これって。違う、最初であのイントネーションが違うという。あ、そうですね。まあ、ということで昨日福岡ドームを終えまして、感動の嵐でしたけど、その動画はね、いろいろと僕らのね、事情を隔てまして俺たち出そうかなと。だってもうちょっと花粉症がきつすぎて大人の事情が女の事情。僕らのね、事情を僕らのね、おーまー大感動大傑作シリーズだと思いますから、皆さんお楽しみにしてください。お楽しみにしてください。ということで、こいつが自然の、うわすごい、やっぱバンバンが痛い。恐怖の脳外科病院っていう都市伝説が結構有名で、まあ、ただこれを話す前にね、ちょっと一つ話しておきたいことがありまして、福岡ってね、心霊スポットが非常に多いんですね。これなんでかっていうと、まあいろいろあるんだけど、まあ一番大きな理由としては戦争とか結構よく起きてた。まあ例えばさ、その中学の頃習ったでしょ、な蒙古襲来みたいな。蒙古タンメン、蒙古タンメンってね、辛いもの好きが襲来。全然違います。あと福岡大空襲とか。あ、それ知ってるわ。とかね、結構死者が結構多く出た場所だから、まあそれだけに結構心霊スポット多いって言われてるんだけど、まあそんな心霊スポットの中でもね、4年1万自尊像というね、ところがあって、まあ、なんかそういうお地蔵さんみたいなのがこう3体ぐらいいて、そこが結構心霊スポットとして結構有名なんだけど、まあ、結構夜中に見るとなんか人間の魂みたいなのがこう浮遊していたみたいな目撃談とかもあって、うん、でもこの米一丸自尊像のここが心霊スポットと言われる最大のゆえんとしては、まあ、隣にね、米一丸踏切っていう場所があることなんだけど、まあ、やっぱ踏切ってまあ結構自殺する人が多いわけよ、そこで。そうなんだけど、この米一丸踏切っていうのはもう他の踏切と比べてその自殺者が異常に多いと。原因がわからない、だけどなぜか自殺が多いみたいなね、というまあ話がありまして、ここでまあ病院の話に戻りますけど、はい、この病院っていうのはまあ福岡県のどこかにあると言われてる。お、あ、場所わかんないし、知らないんだ。この外科医はね、脳を専門的に取り扱ってる病院なんだけど、はい、そういう病院ってこの病院に限らず結構重大な問題を抱えてる患者が多いというか、メンタル的にも結構弱くなっちゃって、もうこの先の人生にちょっと絶望してしまって自ら命を絶ってしまうみたいな患者も結構いるわけ。そうなんだけど、この病院はもう群を抜いてそういう患者が多い。なぜか知らないけど、なぜ集まるんだそこに。何ですか。メンタル T が弱い。メンタル T が弱い。福岡にはいっぱいあるでしょ、脳の病院って。そこだけに集まるってことでしょ。不思議だね。そういうわけではない。なんでそんな自殺してしまう人が多いのかっていうと、この病院には恐るべき事実が隠されていたんですね。ここの病院の医者は、はい、そういう患者に向かって暴言を吐きまくっているっていう。医者が暴言を吐きまくっているプラス、まあある患者にはあなたの脳みそはもう治りませんと毎日毎日言って、で言われ続けた患者が自殺してしまった。である患者はもう、あなたの病気は良くなるどころか悪化していく一方です、このまま生きていても意味ありませんみたいな。最悪やん。そしてまたある患者には診断書をこうわざとそれよりも悪い風に作って、それ見せてもう絶望に陥れるみたいな。何してんの、おかしくしてるやん結局。もうでプラスこれらの騒動が起きてから、委員長が謎の自殺を遂げたっていう、まあ、最初はこう医者全体がこれサイコパスの集団なのかみたいな話もあったんだけど、その医者もこう謎の自殺してしまったことから呪われたんじゃないかみたいな。だから結構この病院は呪われた病院として噂が出ちゃって、最終的に取り壊されたっていう。はあ、それの病院はどこかわかんない。その病院がどこかわからないんだけど、ちょ今からちょっとやりたいと思います。やりたいと思います。病院をやりたいと思います。でね、そのまあこの都市伝説っていうのは2008年にめっちゃ広まったわけ。あ、割と最近に広まったわけ。この自殺した患者っていうのは共通点が1個あるんです。何でしょう。その共通点っていうのが、みんな踏切で自殺した。うわー、来た。で、さっき言ったやつよ、はい、あそこで原因も分からずめっちゃ自殺者が出てしまったのって、はい、心霊的なあれでも何でもなく、この病院で言われてしまった患者がこれ自殺を
したんじゃないか。うわ、このことをさ、何も知らない一般人はさ、やたらとこの踏切でさ、自殺が多いからさ、それはもう、うわ、心霊だってなるじゃん。そういう、でも別にそこは心霊でも何でもなくて、実はこの病院が原因なんじゃないか。うわ、で、そうなってくると、うん、場所不明って言ったけど、この米市丸踏切の多分近くだろうなっていうのが分かる。そうだね。そう、だからここら辺にあった病院なんじゃないかって言われてる。はぁ。でね、なんかもうその病院は、もう今は取り壊されて、で、なんかビルが建っているらしいと。で、そのビルも深夜とかにうめき声とかが聞こえるらしいのよ。うわぁ。だこういううめき声は、その病院で自殺してしまった患者の声なんではないかっていう。だからこの米市丸付近で、現在、ビルで働いてるぞっていう人で、怪奇現象を体験したことがあるという人は、もしかしたらそこのビル、過去残酷な事件が起きた場所なのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。喋りテクだんだん上がってるじゃん。ちゃんと伏線回収してるでもやっぱね、これ以外にも真相多いっすね。でも多いよね。我々もやっぱり来たいですね、また、ね、やっぱり心霊系ですから。でも福岡が好きなんで、うん、やっぱり行くでしょ。うん、それではこの動画が面白いと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビーバイビーバイビーバイバイ東洋。踏み切り行くぞ。角度でぶっかまれてるやつらゲットバイ。